こんにちは。こんにちは皆さん。今日は横須賀スケートパークに来てます。With ともみ。そうね。よ。どうも。どうも。ね、横須賀来てますけど、暑いっすね今日。でもめっちゃリニューアルして。そうリニューアルして。そう1年前にね来てたんですけど。全然変わってますね。てかなんかでかくなってる、うん、全体的に。すごい全部でかくなってるし、セクションも増えたし。うん。前は結構普通ちょっと上手くないといけへんやろか。ほんまに。テーブルトップしかなかったけど、結構いろんなバリエーションも増えて、全然初心者でも遊べるんちゃうかな。うん。俺らみたいにスケパ慣れてない人でも全然遊べる。そうなんですよ。俺らねあのこういうところばっかりしか乗んないです。そうだから結局こういうラインを見つけてみたいな、ね、だからこういうボックスとかもまっすぐ行くんじゃなくて大体横からとか。そうやね。そうそうそう。だから BMX とラインちゃうからいつもなんか衝突しそうになるみたいな。ごめんなさい。めっちゃ微妙。高さもこのブロックもなんかめっちゃ微妙。中央の方行きます。中央の方、うん、端っこでねなんかやってて一生ここで遊んでられる。賞味1日上だけど。ここでリアタップしてそっち、まあまあ滑る。滑るよ。つるつる。Come on。近すぎた。やばい。ナイス。いける？
ここでフットプラント OK OK Let's go。あ、そこ来るかも。ごめんよ。よー。何やるんですか？362。おい、合ってんのかな名前その上で追ってよ。おい、安定。Yeah. ハッシュタグ安定感。お、カモン。カモン。ああ。ブレイクしたよね、ちょっと。しかも途中で。スピードがむずいな。あそこのカーブむずくないですか？むずい。あの、最初めっちゃなんか、あ、最後の方めっちゃ寄ってませんでした？あの、ここの来らへん。あれ？オッケースタイル、アルティメットライアダウン昼寝、アルティメット昼寝、あ、メイクした。ハッシュタグ安定感、ハッシュタグノーブレーキ。よーナイスみんな知ってる？みんな知ってる？このいや海風公園でスコッティ・クランマーが鬼こぎしてきて、このめっちゃちっちゃい緩いあるバーカーを飛んでこの上行って、uh-huh. で、この上でノーハンド、ドロップ、uh-huh. やばいだって西高さん180いくつ？俺187で、これ多分2メーター半ぐらいやば、しかもこの距離やば、よう、ナイス。よう、ナイス。グレイト。かっこいい。クソかっこいいってなって自分で言っちゃった。今の使います。普通の BMX スケーターの方々はこう行くんですけど、トライアルライダーこっちっすよね。ですよね。横からやからね。バニホー。バンバンバン。オッケー。待って、これね、しかも結構高いんすよ。これ多分ね、110ぐらい。110ぐらいか。俺のハンドル長いから。あ、
100か110円。おい危ねえよ本当やめてくださいね本当に。ブロックで抜けるみたいな。大丈夫？待って、チャリの方しフロント引っかかったん今ステン当たったんじゃん。どんぐらいかな120ぐらい125ぐらいかな。何で行くんですか。リアリアリア。おお、お前よっ、オーマイガード、セック。あんま高いよな。いい感じじゃない。おい、動画で切り出します。イエーイ。 OK。